さん上がってきてもらえますか。の回に勝ち込みをした西村ひとしさん、あれ全部西村ひとしさんのせいですからね。西村へこたれへん。あ、バテバテですわ。皆さん、アニハセヨ、アニハセヨ。あのちょろちょろ僕の T シャツ、参議院選バージョン着てる人を見たわけなんですが、ありがとうございます。ねえ、ガーシーの話も良かったですね。で、今、湯山さん、極道系 YouTuber の人と今ね、車の中一緒でした。まあね、NHK と小党構想というものに僕は乗っかってですね、皆さん、僕もね、あのちょっと右系っていうの中ではトップクラスなんですよ、僕。皆さんご存じないんですけどね。じゃあね、僕は一応、毎日凱旋2回やっとるんですけども、大体喋りごと毎回僕変えてるんですよ。だから今日はですね、NHK と主催の、街頭演説なんで、NHK と NHK に関することを喋ります。まず NHK、受信料というのは、戦後、テレビがあんまり普及してへん時に、お金持ちだけテレビ持っとったわけですよね。せーのに、テレビ持ってへん人に、受信料取った不公平やいうことで、金持ちだけ受信料払ったと。で、テレビイコール NHK やったから、その時はそれでよかったんですよ。しかしですね、今となってはね、そんなもん、おかしいでしょ。見たいもんだけ見て、見ない人は払わないというのは普通なんですよ。昔の通り。ね。ほんで、僕はですね、なんで NHK 受信料払ってないかというと、偏向報道です。放送法4条中なんで偏向報道です。いや、十分慰安婦とか、皆さんのご先祖様が、南京で、大虐殺したとか、昔朝鮮人の人が、日本に無理やり連れてきて奴隷にしたとかね、あれ全部嘘ですよ、あれね。皆さんのご先祖様はね、アジアを解放したんですよ。日本以外、ほとんど日本以外全部ね、欧米の奴隷やったんですよ。それが皆様のご先祖が解放したんやからね、自信を持ってくださいよ、これね。ほんで NHK が罪深いのは、51年目の真実というね、放送しよったんですよ。皆様のご先祖様が朝鮮人の女性を強制連行した証拠が出てきたって、あれもデマでした、 NHK。え、日本の関係、今の警察が悪質な朝鮮人のブローカーを取り締まれっていうね、通達やのに、 NHK は捏造してね、何でもええから朝鮮人の女を慰安婦にしろと、そういう証拠や言うて捏造しよったんですよ。ね、これ NHK ですよ、これ。そして朝日新聞と毎日、この従軍慰安婦問題が永遠に皆様の先祖を貶め、そして全世界でですね、我々の先祖を貶められている根拠となっとるんですよ。これね、すぐにですね、すぐにね、撤回できんねんけども、例えば僕、教科書問題で抗議したんですよ。一時資料ないのに従軍慰安婦でそんなの教科書書いたらあかんでって言ったら、なんて言ったと思います、皆さん。この談話ですよ、自民党がずっと継承しとるこの談話が根拠やからしゃあないと。ほんで俺調べたらね、さすがに政府見解のものは教科書の書いてもいいって書いてあるんですよ。これね、全部ね、自民党なんですよ。悪いけどもね、皆さん分かります、これ。ずっとね、あいつらね、何やったか、安倍さんも、総理大臣になる前は河野談話、村山談話撤回する、ほんで竹島に日本のあれ置く、尖閣にも送るって嘘ばっかりするでしょ。靖国参拝するっても嘘ついたし。ね。そういう風なんですよ、あいつらは。そしてこの裁判でもね、この NHK の裁判。何やったかな。受信料を取るのは、安定した
安定した放送を、皆様に届けるために、放送法64条受信料を取るのは、憲法違反じゃないと合法や言うとるんですよ。これね、安定した放送っていうのはこれほんまなんですよ。裁判資料見たら分かるけども、あの綺麗な画像、綺麗な音声なんですよね。お前今令和の時代やとって、アホかって、戦後じゃあらへんのにね、日本の技術でね、受信料なくてもそんなもんできるわいっていう話ですよ、これ。はい。で、問題は放送法4条、これ偏向報道ね、事実を曲げてはならない、そして、政治的中立、いろんな意見があったらそれを全部、載せる、放送する中道があんねんけども、これ NHK これ一時資料に沿ってないから全部これ違反してますよね。違反してるのにね、放送法64条だけでね、受信料だけくれ言うんですよ、ね、自分の権利ばっかり言うてね、放送法4条守らんと皆様の先祖を貶めて、子供の真っ白な教育、あの頭にね、反日思想、自学思想を植え付けるね、NHK はこれテロですよ、これは精神テロですよ。だから NHK はね、放送64条で受信料をくれ言うんやったら、放送4条守りなさいっていうことですよ。はい。ほんでね、ちょっとあともう時間なんで言いますけども、これあのある高等裁判所で放送法4条守らへんかった場合は受信料を払わなくてもいいと言えないけども、あの払わへん合理性はあるって出てるんですよ。で、最後に僕はね、なったらね、放送法4条偏向報道したらこれ罰則で刑務所に入れますからね、これは、ね、ありがとうございました。時間なんでね、へこられへんね、頼むね。ありがとうございました。